チャオ、あっちゃんです。さっきね、朝からちょっと動画のあれしてたね、編集してたね。で、編集して、レンダリングしながら、保存見たりしてんねんけども、その間少しちょっと時間待つねん。で、その間にトーク動画撮ろうかな、どうしようかなと思うとってんけども、まあね、あと十何分やったね、十何分やったトーク動画だったら中途半端やなと思って、YouTube いろいろちょっとコメント読んだりとかいろいろしとってん。で、その中でまだ時間ちょっと余ったから、YouTube のおすすめ動画のところを更新かけたんで、だその時にポンって出てきた動画があって、それが、人生のターニングポイントのお話の動画があって、そんな長い動画じゃなかったけど、ちょっとそれ見させてもらってね。ほんでそこのところでちょっと言ってた話をちょっとね、みんなにお話しさせてもらおうかなと思ってんだけども、その人生のターニングポイントってその人は何やったんかっていうとね、ちょっと人生で何かいろいろあって、4ヶ月ほどお仕事を休んだらしいねんね。で、お仕事を休んで、なんていうのかな、何もしない時間っていうのを取ったらしいね。で、それをやったら、最初お仕事をやっぱりいろんな人と会ったり、いろんな人と話をしたり、いろんな人に関わったりっていうことは自分で生きてないね。周りに振り回されて、言い方悪いけど周りに振り回されて生きてる。だから、自分ファーストなんか他人ファーストなんか、だから他人ファーストで生きてね、誰々のためにたら、誰々が相談したからその人のために生きる、いや誰々が困ってるから誰々のためだめ、誰々がこう言うてきたから、あ、それ自分はこの生き方こう変えやなあかんな、誰々にこう言われたし、あ、それにしやなあかんなとかいうので、いろんな意見を聞きながら生きてきてんて、ずっと 何十年でね。で、その人がちょっととあることで休んで、4ヶ月ほど休んだらしいねんけども、ちょっととあることで休んで、した時に自分ね、飲ませた、なんかアドバイスされてた。なんかね、自分の何もしない時間を作ったらいいって言われて、自分の何もしない時間を取ろうと思ったらしいんだけども、今までそうやって忙しくアクセクして生きてきた人はね、さあ休めって言われたら休まれへんねんね。で、やっぱりお仕事とお仕事の合間に休日っていうので休むやんか。だからそれは休日っていうのはみんなどう思う？休日って何するもんですか？大体ね、今多分答えた人の中のほとんどの人が、体を休める日、疲れ、1週間お仕事とか学校とか頑張ってきたから体を休める日やと思って、体を休ませるって思ってる人が多いねんね。あっちゃんもそう思ってて、だから体は疲れてないから、あっちゃん結構仕事好きやねん、車関係の時ね。だから、月から金曜土曜までお仕事する。で、日曜日休みやねんけども、休み何すんのか言ったら、休み疲れてへんわけやん。疲れてへんから友達と遊びに行ったりとかで、仕事が好きやったから、後半の方なんかやったらもうあれやん、休みの日でも仕事場へ出たりとかして、車触ったりとか、レース行ったりとか、展示会行ったりとかで、ね、展示会行った次の日休まずにやっぱ仕事に戻って仕事する。レースもそうやけど翌日仕事するって言ったら、四六時中、下手したら1ヶ月、2ヶ月、いや1年、365日、休みなしで生きてんねんね。で、たまに疲れた、あ、もう今日疲れたわ、しんどいわ、ちょっと一日寝ようかなって言って寝ても、仕事のことが気になったり、いろんなことが気になったりする。そうじゃなく、完全にもう外界をシャットアウトして、最悪家族とちょっと喋るか。それでも家族と喋っとっても一日中じゃなく、その中の1時間でも2時間でも全く何もしない無の時間っていうのを作ることがすごく大事、しびれたよ。取ったらいいって言われてやったらしいね。それを4ヶ月やったらしいね。4ヶ月経って仕事に復帰したら、自然とね、何らかしらが変わったらしいね。そこが人生のターニングポイントやったっていうねんけども、で、その人が言うには、やっぱりいろんな著名人とか、大会社の社長とかいろんな人はやっぱりいろんな経験積んできてんね。で、その中でがむしゃらに働いてくることじゃなく、やっぱり 数週間数ヶ月を何もしない時間として取った人っていうのは、大体急反発して伸びてる人が多いらしいねんね。で、その中で何かって言うと、何か気づくらしいね。その人それぞれ気づきは違うねんけどね、気づきがあるらしいね。で、それが名前忘れた、なんとかいう人、作家さんやったかなんか、
名前出しとったけど、4年休んだらしいね。4年間、5年間なんか休んで、全く何もせえへん。まあ、病気になったかなんか知らんけどね、無なと時間を経験したらしいね。その後、ドーンとブレイクしたらしいねんね。うん、で、それね、あっちゃんも気づいてなかったけど、あっちゃんって、まあ、ずっとこうお仕事してきた中で、まあ、いろんなことがあって、お仕事をから外れて、で、まあ、これはあっちゃんが選んだ道じゃない。自然とそういう流れになって休んだね。まあ、みきちゃんが亡くなったこともあるし、ちょっといろんなこと、揉めたこともあったり、いろんなことがあって、お休みを取った。で、その中で言ってみたら、生活するお金もないわけやねん。で、さあ、どうやって生活するよってなった時に、まあね、ネット通販したりなんやかんやって、もがきながら生きてきた。で、その中でもやっぱりすぐには収入は得られへん。でも、その時はまあ一生懸命そのホームページ作ったりとか、自分でやらなあかんことも一生懸命がむしゃらにやった。ほんだらがむしゃらにやっとったら休みないわけやねんね。特に YouTube なんかでも365日、休まず動画上げやなあかんとか、上げたいからやってるけども休みがないように思った。でもやってくることで、で子育てもしゃんなあかん、で子育てにも頑張らなあかん、まあ、子育てにも専念しようと思ってやることの中で、子供は学校行く時間があんねんね。ほんな学校行った時間、あっちゃん一人やねん。ほん中でアイディアが出えへん日とかは何をしてたか。あっちゃんねるが、まだ、登録人数が、何人だ ?100 人行くかいかんかぐらいの頃が結構長かったね。11月ぐらい、2年、3年前の11月ぐらいに始めて、で、5月ぐらいに、翌年の5月ぐらいに、100人超えたんかな。6ヶ月。6ヶ月かかって、やっと3桁になった。で、4月、5月ぐらいかな。ようやくコメントをしてくれるようになった。で、そのぐらいに、1人の人か2人の人か3人の人ぐらいが、こう、だいたい毎日、コメントしてくれる。それでも全動画がじゃなく1日1回か2回はコメントしてくれる。というかコメント対応もその頃はもう全員にコメント返しとったんね。で、まあ、コメントも返せる人数やった。でそれまでの間っていうのは動画出しても全然そのアクションないのよ。1個の動画で7再生8再生いって10再生15再生で伸びた動画で100再生あるかないか、100いったらそこでうわすごい100再生いったって自分で喜んどって、そのレベルでいくとやっぱり見てくれても見てスルーやったりコメント残してくれへんかったりで、評価ボタンはまあ押してくれたりやねんけども、その頃は低評価ほとんどなかったね。まあ高評価を何人か押してくれてて、まあそんな感じやねんけども、こっちからアクションもね、コメントがあるから返すけども、コメントなかったら返さへんっていうことは無の時間があったんよね、自然と。で何もせえへん時間で考えてもアイデアも湧かへんし、もういいやって、でも自暴自棄になった時もあった。だからその時は、ここのところソファのところにコテンって寝て、もう何も、もういいや今日こうやってはぁってなってた時期があって、テレビつけても電気もったいないし、電気ももったいない、まだこれ今 LED になってるけど、昔は蛍光灯やったんで、蛍光灯も、古くなってからチカ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 する、時々チッて消えたりするね。あれすごい電気食うね。だから昼間はもういいやんで、電気消して薄暗い部屋でぼーっとしてってなってた時期があって、それが無の時間やってんのね。そこであっちゃんにもターニングポイント来たんちゃうかなと思うね。それで100人超えたらすごく嬉しかった。だから100人の時に100人超えたやったー言うてあっちゃん動画撮ったと思うね。ライブしたか動画撮ったかなんかしたと思うね。でその中でね、ちょっとカメラ落とすわ、その中で、あっちゃんは喜んで、すごい 100人超えた、みんなありがとうって言った尻口、すぐ500人に行ったよ。で500人って次500人いたらすごい、ここ次1000人目指す1000人目指すぞって言っとったら、あっちゅう間に1000人行ったんで嬉しかった。反面おごりが出た。この数ヶ月で2桁が言うたらこう伸びたわけよ。こう伸びたんじゃなくね、こう伸びた。でこのまんまカーン突き進んでいったら、年内に5000、6000いくぞ、来年には1万人いくぞ。いやこのまま右肩上がりにいくと
2年後には5万10万いくでっていうバカな煽りが出た。でそれと同時にその年の5月にされてみるも7月にアンチが湧いた。アンチというか嵐というかが湧いた。その嵐アンチに変な掲示板を作られた。でその中でそこで攻撃されてきた。で攻撃されることによってあっちゃんはお前ら見やんでええんじゃっていうふうなおごりが出た。お前らに支えられてないファンに支えられてるんじゃっておごりが出た。ってなった時にどうもなんていうのかな、今までのあっちゃんじゃないねん。もっとそのね穏やかにやってたあっちゃんねるじゃなく周りに振り回されたわけやねんね。で周りに振り回されるっていうのが一番ダメ。自分ファーストじゃなく他人ファーストになってんねん。そういう状態になってきて、でいろ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 あがいてもがいてやってきた。で去年は去年一昨年のそのだから7月から年末、まあひどかった一番。でも一番この YouTube やってた中で一番再生回数が多かったのが一昨年の秋から冬にかけてやね。1日6万7万再生あったかな。一番大きいのが8万10万近くいったかな。1日いってないかな。じゃあ2日で10万か、うん、超えたんか。そう、それぐらいねになってた時があって、で今1日3万2万後半から3万再生ぐらいやねんね。うん、3万いくかいかんかぐらいのところやね。で、それこう落ちてきてんね。でも登録人数はパーン上がってくるから、ここからなだらかに右肩上がりで伸びてんねんね。だから今まあ右肩上がりでは伸びてんねんけどもやねんけども、それがまあ結局やっぱ数字で見でしか見れへんからね。やっぱどういうのっていうのを表立って見える、感覚的にはみんながこう見てくれてるし喜んでくれてるっていう感覚だけやねんけども、それが実際に具体的に見るものって数字しかないから、数字でまあ見るとそうやねんけどもね。そうなってくるとこういう目線じゃなく、こう上がったけどこっからはこうなだらかにいくと、あと何年後言うたら5年後ぐらいには2万人ぐらいまでいくかなみたいな軽いなだらかな山っていう感じやねんけども、うん、だからそれは何が言いたいのかっていうと、ね、まあ、一時期のそのわちゃわちゃやってた時期が一番再生回数多かった。 YouTuber としたらね、そのわちゃわちゃやってたのがいいのかもわからへんけど、自分の中の歪みも出てくんねん。こんなことやってあかんやんって、あかんねんけどもつい言ってしまう。どうしてもアンチとか反対されてくるとギャー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 騒いでた自分がいてたなと。それがね今年入って、で5月もう終わりになって、今日5月の30日やねんけども、ほんまにここ1週間、ほんま先週ぐらいからかな、ようやく自分の中で落ち着きを取り戻す、なんか自然とふーっと自然とそうなって、でその中で今日のその動画を見た時に確信に変わったんね。やっぱりその無の時間を取ること大事やって、で自分の中で無意識に無の時間を取ってんねん。それは何か、アンチがガチャ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 言ってきてとかなってきて、晩ご飯がどうや外食がどうやって言って腹立つなって思いながらも、もうそんなことでしんどいわ、こんなもん YouTuber って、 YouTube やめるもやめようかなって、 YouTube やってもしんどいって言いながらもっていう心の中にあるあっちゃんの中の悪魔のささやき。でも天使が横で、いや違うぞって、そんなやそういう反発だけじゃないって、あっちゃんの動画を見て癒されるっていうコメントを見ようよって、それから悪いひどいコメントじゃなくいいコメントの方に目を向けて、うん、あっちゃんその人たちのために頑張りっていう天使の声、うん、だから喜んでくれる人だけに喜んでもうたらええ、チャンネルにしたらええやんっていうささやき。で悪魔が、うん、そうだって、でも再生回数とんのはアンチ沸かした時も再生回数取るねんって、両方開えよっていう悪魔のささやき。じゃあねアンチにが言ってきたら、そいつらにもっと反発しろと、あいつらは喜んで見るんだよっていう悪魔のささやき、うん、っていうので沸かしたろっていうので、両方をこうバランスよくやったらなってた時に心に歪みが出ててね、もうやめやって思って、でそれから出てきたのが土日はご飯を手抜く、うん、ご飯手抜くっていうのは表向きやねんけども、無になんねん。だから他人ファーストじゃなく自分ファースト、何もしない日を作る。子供には申し訳ないとか思いながらも外食しちゃいやん。で外食したら外食の動画も撮れるし、で外食したら子供もまあ、でも変わるやろうし、
で自分も楽できるし無の時間取れるしっていうので外食しようとかそんなん決めて無の時間を作るように自然としたんやなって今日の動画見た時に思った。それが自然と無意識でできてた自分、がやっぱり導かれてやってるなって。やっぱりいろんな人生って何かに導かれてやるやと思うね。偶然のような必然のような導かれる行為やって思ってんの思うねんね。それが特にそう思った。確信に変わって、で土日を無になる時間を作んねん。あっちゃんが土曜日か日曜日2日取ってんのは予備日やねん。2日まあ休めたらそれでいいんやけども、休めへんでも 土日のどっちかは手を抜いて休むことによったら1時間でも2時間でもいいねん。その無になる時間が作れんねんね。で子供が学校行っとる間に、まあ、動画撮ったりするから結局無の時間がないねん。メリハリをつけるために、だから1日だからその無になる時間をいっぱい取ったらあかんことはない。だから月火水木金学校に行っとる時間は子供がおらへん、まあ、朝送り出した時間から、帰ってくるまでの時間の数時間にいろんなやらんなんことある。子供がおらへんからこそできる動画撮ったりとかで、あと、まあ、いろんなことを編集したりとか、まあ、片付けたりとかいろんなことをする中のところに1時間でもいい、30分でもいいから無の時間を毎日どっかに挟んでいく。で土日っていうのは子供がいてる、だから子供とも話もしながらの無の時間、子供と3人で戯れる無の時間をとってご飯も考えて作らへん、手を抜くっていう楽を作ることによって人生っていうのはすごくこうバランスよく何か見えてくるんやなっていうのを自然とやってきた自分が、今当てはまったね、その動画見て、だから、みんなね結構そうやって悩んだはる人も多いと思うね、人生でターニングポイントがどうのこうのって。だからそういうところね、一回無の時間っていうのを取ってみるのもいいかもわからへん。言うて急に仕事休んで1ヶ月2ヶ月休まれへんかもわからへんけども、だから1日数時間でもいいから無の時間取ってみたら何かしら見えてくると思うんで、ぜひやってみてください。はい、これあっちゃんがターニングポイント、あっちゃんもそれ無意識にやって気づいたことやし、今動画見た時にそれが確信に変わったね。でそれを気づいたことによって、ここほんまにね先週ぐらいからやねんけども、ほんまに穏やかになってきて、でいろんな人の話も聞けるようになってきて、やっぱあっちゃんに反発意見してくる人なんかでもそれ見てたら、てかほんまに今日よりも昨日、昨日よりも一昨日、一昨日よりも先一昨日の自分の感情よりも今日そういうの、昨日今日とこういうのを見た時にものすごく穏やかに反対意見の人を見て、もっともやなって思えるようになった、ありがたいなって感じられるようになって、日々日々やっぱり穏やかになってきてる、もうそろそろね、あっちゃんも神になれる日が来るのかなと。うさんくさいね、天に召される日が近づいてきてるんやなと思う。あっちゃんが天に召された時にはね、空の上からみんなを見守りますから大丈夫です、はい、あっちゃん思い出してきてください。そんな今日明日にはいかへんけど。まあでもね、日々日々そういう日には近づいて、誰だって生まれた 赤ちゃんがこの世に生を成した日にから日々日々天に召される日が近づいてね。でもちろん、でしょ、人生終わりはいつか来んねんから、その終わりまでに毎日毎日近づいてんねんから、そういうことを意識しながら生きるっていうのもありやと思うね。だからこそ充実して生きる、それが言ってこの動画を切った瞬間にその 日が来るかもわからへん、わからへん、いつ死んの止まるなんてわからへんからね。だからもしかしたら今日その日が来るかもわからへん、いや言うとってもあと10年向こうかもわからへんか、50年向こうかもわからへん、50年、ぐらい、まあ、分からんよ、今からまだ50年ぐらい生きるかもわからへん、だから分からん、そんなんは人によってそういうね、いつ向こうの世界行けるかわからへんから、その日がいつ来ても後悔せえへんような生き方をしていくのがいいのかなと思う。だから他人に関わって、他人にね干渉したり干渉されたりして他人に振り回されて生きるより今の自分を生きるのが大事ちゃうかなと思うね。で、今を生きることってすごい大事なことやねんね。だからその話もね、しょうが思ってんけど、今日ちょっと今この話もしてて、今そこに時計あんねんけど、時計見ながら結構また長い話になっちゃったよね、これ。ね、20分近く話してるから、またそれはそれで違う動画でお話ししたいと思います。で、今日はね、このテンションで、次々って撮りたいねんけども、今11時27分やねん。今日朝からはねちょっとねキッチンを片付けしたいねん。それが朝からそこも思っててやろうと思っててんけど、それやります。昼からお買い物行きたいからね、もうそういう自分のね
決めた時間っていうのも作って、その時間帯に合わせてスケジュール通り行動する、やっちゃんの苦手なことをしていくっていうのもありやし、していかないといけないなとも思ってるんで、そんな感じで、ね、あっちゃん、楽しくおかしくいい人生を送りたいと思います。だから、まず無になる時間、あっちゃんは自然と取れてんけども、そういうのってすごく大事なことちゃうかなと思いました。はい、ということで今日のあっちゃんのお話、みんなが幸せになってほしいっていう気持ちからくるあっちゃんの幸せになってもらえる動画、よかったよと思ってくれたら高評価をで、応援コメントとか、なんか悩み事相談とかあったらどんどんください、ここに書きにくかったらメールでもいいです、ください。で、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。